ジャバーベ、いや旅用でございます。では早速、先週台湾で注目されたニュース3つを取り上げて簡単に解説いたします。王国財交通部長は19日、台湾高速鉄道、宜蘭駅の場所を5番目の案、つまりは宜蘭県政センターから南に350メートルのところに置く折衷案を採用する認識とした。早ければ2025年に着工する。環境保護署は22日、来年7月1日から全てのドリンク店がプラスチック製の使い捨てカップの使用を禁止し、違反した業者は1200元から6000元の罰金を科すと発表した。日本委員会で24日、就業保険法などの4項目修正案が3、6回を通過した。父母が別々に育児休暇と手当を取得する関連条目を削除した。軍人、公務員、教職員と労働者夫婦は同時に取得できるようになった。はい、以上が先週注目された台湾国内ニュース3つとなります。ちなみに海外ニュースは香港の立法院選挙、バイデン大統領の対中輸入禁止への署名、パククネ元大統領の恩赦についてでした。まず一つ目、台湾新幹線についてですが、現在北は台北市東部の南港というところから、南は高雄の新営というところまで走っていますが、これを東部宜蘭県まで伸ばそうという計画が進んでおり、今回の決定は東部宜蘭県の駅をどこにするかという部分でありました。日本でもそうですが、駅が来る来ないで将来の街の発展に大きな影響が出るため、おそらく政治家や有力者の利権争いが激しかったのでしょう。だからこそ、もともとはこのように4つの場所が新幹線の駅の候補となっておりましたが、折衷案という形で落ち着いた模様です。今回の折衷案のメリットとしては、もともと候補として挙がった4箇所は市街地であるため、複雑な工事を行わずに済むという点と、市街地の街並みへの影響が小さいという点ですが、デメリットとしては工事費が数千億円というコストがかかるという点が挙げられておりました。私個人的にはデメリットとして、在来線との接続が離れてしまうため不便になるという点かと思いますが、このことがデメリットとして書かれていなかったので、もしかすると台湾新幹線駅完成と同時に在来線の新駅も完成するのかもしれませんね。いずれにしても早ければ2025年着工、2035年に完成というスケジュールになるようです。ちなみに台湾の新幹線は純日本製ではなく、高架橋などの土木関係の一部にあの半島の企業が関わっており、彼らお得意の手抜き工事のせいで開通が遅れたというエピソードもありますし、最近ではあの国から導入した車両から水漏れが起きるという問題も発生しておりましたよね。日本やヨーロッパから買えばよかったのに、時々台湾は安物買いの銭失い的なことをやっちゃうんですよね。では二つ目、ドリンク店でプラスチック製の使い捨てカップ使用禁止が決定したというニュースですね。プラスチック製については、かなり前にレジ袋の有料化、2019年からはプラスチック製のストローが禁止されましたが、今度はプラスチック製のカップの禁止となりました。ただ、紙製のカップを使うドリンクスタンドも多く、影響はそんなに大きくないのではと思っております。わかりやすく言うと、スターバックスの新しいコーヒーで使うカップは OK で、冷たいコーヒーの透明のカップは NG という感じでしょうかね。さて、日本でレジ袋が有料化されて現場は大変みたいですが、まあやっと慣れてきた感じがありますよね。台湾だとレジで精算してもレジ袋がいるかいらないかを尋ねられることはなく、こちら側からレジ袋が必要だと言わなければなりません。観光地は除きます。一方、日本では今のところまだいるかいらないか聞かれますよね。聞く方も大変だし、消費者も煩わしいと思う人も出始めるのではないかと思いますが、まあおそらく日本の企業ですから親切心でずっと聞き続けるんだと思っております。三つ目、育児休暇についての法案修正についてですが、こちらは以前育休を取れるのは父親か母親のどちらかということでしたが、この改正で父母同時に取得することができるようになりました。この背景には出生率が世界ワースト1位が
2位と言われているくらい出生率が低いことが挙げられております。2021年4月に公表されたアメリカの中央情報局 CIA の報告書では、日本は 1.38、 台湾は 1.07、 低いと言われる韓国が 1.09、 シンガポールが 1.15 と世界で一番低い数値であったことも要因の一つと言われております。ちなみにこの出生率は合計特殊出生率と呼ばれており、2を超えれば人口は増加し、2未満であれば減少に転ずると言われております。実際に2020年台湾の人口は死亡数が出生数を上回り、統計史上初の人口減少を記録しました。また今年2021年1月から3月までの出生数は昨年の同時期と比べても1割以上減っているということで、まあ、コロナの影響だと思いますが、人口減少に拍車がかかっていることも法改正の要因の一つと言われております。まあ、ただ私の主観で申し訳ないのですが、台湾は日本よりも育児に関する政府の対応が優れていると思っております。それにもかかわらず出生率が世界で一番低いという状況には台湾政府も頭を悩ませていることでしょう。はい、本日は以上となります。ご視聴誠にありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。